ラッセル・ワトソンラッセル・ワトソンはイギリスマンチェスター出身のテノールポップス歌手。なお、少年を1972年もしくは1974年などとするメディアもある。幼少の頃から両親の流す音楽に親しんではいたが、当初は真剣にプロの歌手を目指すつもりはなかった模様。従って他のクラシック歌手にありがちな。 幼少の頃からの音楽の英才教育は一切経験していない。16歳の頃千番校となり、仕事のオフタイムの折に、パブでロックやポップスを歌うのみであったが、観客にルチャーノ・パバロッティのトゥーランドットにある誰も寝てはならぬを歌ってみてはどうかと勧められ、CD を入手してボイストレーニングに取り組むことになった。これがラッセルのテノール歌手としての原点である。 このトレーニングによる口コミが評判を呼び、彼の立つステージは年を追うごとに広く大きなものとなっていった。1999年、ラグビーリーグカップ決勝の舞台、ベンブリースタジアムで国家独唱の栄誉に。そして1999年5月16日、マンチェスターのオールドトラフフォードにて行われた、マンチェスターユナイテッドとトッテナムホットスパーのサッカーの イングランドプレミアリーグ最終戦にて、子供の時からファンであった、マンチェスターユナイテッドの優勝セレモニーで、誰も寝てはならぬを歌う。観客だけでなく、滅多なことでは褒め言葉を漏らさない、プレス席のジャーナリストたちからも、スタンディングオベーションまでも勝ち取った。これは前衛に中継され、彼の知名度を決定的に広めるものとなった。2000年9月、 ファーストアルバムザ・ボイスをリリースした。ここでは、サイモンガーファンクルの明日に駆ける橋、フレディ・マーキュリーモンセラーとカバリエのバルセロナ、そしてウルトラボックスのビエナをカバーしている。2001年には、アメリカの SF テレビドラマスター・トレック・エンタープライズのオープニング曲ホエア・マイハート・ウィル・テイク・ミーを歌った。2004年4月には初来日公演が実現した。 同年ボーナス DVD 付きのアルバム、ザ・ゴールデン・ボイスをリリース。オペラのアリアやカンツォーネに混じって、ここでは、クイーンのボヘミアン・ラプソディをカバー。2005年にアルバム、アモーレ・ムジカをリリース。テレビ朝日の、題名のない音楽会、テレビ東京の、たけしの誰でもピカソに出演。5月に再来日公演を行った。2006年、ベストアルバム。 ベスト・オブ・ラッセル・ワトソンをリリース5月に東京と兵庫で通算4度目の来日公演を行った。2006年9月、ニューアルバムを録音中に脳腫瘍が発見され、すぐに手術が行われた。その後、アルバムザ・ッツ・ライフは2007年3月にリリース。2007年8月から9月にカムバックを記念した日本公演が東京と大阪で行われた。 ジャルが毎年行っている音楽イベント音舞台の2007年版第20回ジャル金閣寺音舞台へも出演した。所属レーベルは2000年から2009年まではデッカレコード2009年からはソニーミュージックエンタテインメント。日本ではデッカレコードのアルバムはユニバーサルミュージックからソニー遺跡後のアルバムはソニーミュージックエンタテインメントから出ている。 2012年4月公開の日本映画、テルマエロ前の主題歌のために、誰も寝てはならぬを、新録している。公式サイトには、青年に関する記述はないが、タイム誌のインタビューで、I was with A-Brain Tumor, 音 e 部 f o マイホ t h birthday と答えており、実際に、彼に脳腫瘍が見つかったのは2006年9月であるため、1966年説が、 最も有力と考えられる。しかし、1972年、1973年、1974年、など、大手サイトでも記述は、分かれており、真相は不明である。ディスコグラフィー映画、テルマエ・ローマエ・ムジカ・コレクティオン、ソニー・ミュージック、2013年8月20日閲覧、ありがとうございます。